近くにない。いいね。時間が合わない。いいね。やる気がない。ダメダメ。オンライン声優教室。子供アニメ声優教室あきまほ。この時間は子供アニメ声優教室の DJ あき、小学5年生がお届けします。本日のゲストは小学4年生みきです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は夏休みなのでみきさんが来てくれました。はい、初めての出演ですが、気楽にしましょうね。はい。それでは、本日のトークテーマは、どっち？夏休みか冬休み。年に1回、1ヶ月の休みを取るとしたら、夏休みか冬休み。どちらでしょうか。はい、ということで、はい、まず皆様が気になる宿題の量はですね、変わりません、はい、それでは夏休みか冬休みをまずみきさんから聞きます。ミッキさんは夏休みか冬休みどっちですか？本当は夏休み好きですけど、1ヶ月だったら冬休みの方が好きです。それは宿題があるから。私は冬休みです。あ、私は夏休みですね。うん。じゃあまずは、うん、私が選んだ夏休みのいいところから、夏休みのいいところを言いますね。夏休みのいいところは、はい、あの、プールとかが、プールだったり、うん、スイカ割りとか、海とか、いろいろと行けるからですね。うん、はぁ、あ。それじゃあ、冬休みのいいところはどっちですか？何ありますか？夏休みもいいんですけど、冬休みが1ヶ月あるとしたら、冬休みが好きだっていう理由は、だいたいスキーとかたくさんできるからとか。ああ、雪が積もったら雪だるまとか作れるなって。ああ、降ると雪だるまとかが作れたりするからいいと。それでは各自の選ばなかった理由を聞きます。まずは夏休みから聞いていきます。なぜ、冬休みを選ばなかったというと、外寒いじゃないですか？うんうん。あ、待って。寒いじゃないですか？寒い中、学校に行けるっていう意味です。ああ、なるほど。夏休みは暑いから、それで、中でずっとだらーんって、だらけることからですかね。じゃあ、ミキさん、うん、選ばなかった理由を。夏は蚊がいるからです。蚊がいるから。そうですか。はい、ダメでした。それでは、ミッキーさんと私の意見を聞いて、聞いた感想を聞きます。まずは、私が聞きます。あ、はい。聞いた感想か。うん、冬休み？あ、宿題の量は変わらないけど、季節が違う
ですよ。うん。だから、冬休みは、もしかしたら、学校で雪遊びができるかもしれないので、冬休みは、外でスキーとか雪だるまを作ることがいいなぁと思いました。うん。それじゃあ、ミキさんは、ありますか？感想。まあ確かに、夏休みはプールとか海とかキャンプとかっていうのはたくさん種類あるし。まあ選ばないっていう理由も特にないし。そうですか。はい。みんな、最後にもう一度、夏休みか冬休みをもう一回聞きます。どっちから行きますか？決められましたか、ミキさん？うん。どっちもいい。そうですか。じゃあ私から行きます。私は休みを取るとしたら、ちょっとミキさんの意見を聞いて、冬休みにしました。なぜ、したのかというと、やっぱり宿題の量が多いっていうのが嫌だで、嫌だで。あと、やっぱり雪遊びとかやりたくて、冬休みにしました。ミキさんはどっちがいいですか？うん。アキさんの意見とかも聞いて、自分も確かに思ったけど、そういう考えもあるんだなって、夏休みにします。夏休みですか？はい。ですか。どうします？これ。もう一回話す。ん？うん、どうする？じゃあ、ミキさんは夏休みにしましたよね。はい。夏休みにやりたいことありますか？夏休みにやりたいこと。海に行きたいです。海ですか？海に行ってかき氷浮かばしたいです。おお、頭が痛くなっちゃう。他ありますか？自分が夏にしかできないこととか。プールで友達と鬼ごっこしたい。プールで。そうですか。私は、やっぱり、冬と言ったら、雪とかなんですよ。はい。はい、雪で、友達とか呼んで、雪を投げ合ったりしてみたいです。わあ、いいですね。あと、スキーしたことなくて、スキーをやってみたいなっていうのはあります。時間になりましたね。今日は初めての放送でしたけど、はい、どうでしたか？なんかやっぱり人によって意見が分かれるんだなって思いました。はい。私は、宿題の量で決まりました、私は。これからの夏休みも満喫してくださいね。はーい。それでは皆さん、さよなら。さよなら、さよなら、さよなら。大切なことは、君との距離ではない。どんなに離れていても、つながると信じること。オンライン声優教室。